ソベ通信書は沖縄県読谷村にあった在日米軍施設でハンザタワーは通称ゾウの檻として知られ米軍軍事通信の防御施設として使用されていた。1996年12月の SACO 最終報告によりアンテナ施設等をキャンプ運線に移設することを条件に変換が示され日米間で合意された。 防御施設は1950年代後半に建設され、敷地面積は53万5千平方メートルで、直径約200メートル、高さ28メートルの巨大な檻のような、掲示型アンテナを持ち、軍事通信の防御施設として使用されていた。1945年4月、米軍が読谷に上陸して、以降、軍事占領の継続として、使用開始。 1953年3月13、ソベ方向探知東サイトとして使用開始。1970年7月、施設管理権が空軍から陸軍へ移管。1972年5月15日、ソベ海軍通信補助施設とソベ方向探知東サイトが統合され、ソベ通信所として提供開始。1975年4月4日、通信施設として、 建物約50平方メートル及び工作物を追加提供。1981年3月26日、通信施設として建物約520平方メートルを追加提供。1985年2月5日、汚水処理施設として工作物を追加提供。2006年12月31日、全部変換。1976年7月、 ソベ通信所の戦略通信アンテナ基地建設の着工が発覚すると、読谷村は、さらなる負担に抗議し工事中止の要請を行った。その後も工事は進められたが、村議会と地主会が反対闘争に立ち上がり、村の55%が基地であり、これ以上の拡大は認めることができないとして、村民大会を開催した。大統領、ジミ、カーターへ直訴状も送った。 1977年、防衛施設庁は、アンテナ基地の建設断念を発表した。祖母通信省1995年、千葉の小一ら一部の地主が、賃借契約の更新を拒否し、大田正秀沖縄県知事も、土地強制使用の代理署名を拒否したためこれにより、沖縄代理署名訴訟が起こり、沖縄県が敗訴した。1996年4月、 賃借契約が切れたため、日本国による不法選挙状態となった。この賃貸借契約の期限切れに先立って、木製の柵が設置された。1997年4月、米軍用地特別措置法を改正することで不法選挙状態は解消されたが、不法選挙状態は389日間にもなった。国の不法選挙状態が続く中で、 一部、地主らは、土地の明け渡し等を国に求める訴えを起こしていた。1996年の米軍基地再編により、本施設の返還は、キャンプ運船内に施設を新設移設することが条件とされた。2005年5月末をめどとされていたが、緊張は、施設受け入れに抵抗、またロッキード社の新しい通信システムの導入が遅れたことにより返還はさらにずれ込んだ。 2002年、女村木千原の東側のキャンプ半戦で、事前説明もなく、工事が始まり、赤土流出が発生した。また電磁波障害の不安も高まり、5月に、臨時区民総会で、移設工事着工に強く抗議、工事の中止などを決議した。6月30日に総決起大会を開き、改めて反対決議決議を採択した。 新施設の整備が完了した2006年12月末に日本に全面返還され2007年5月31日よりアンテナを含む施設の本格的な撤去作業が行われ2007年6月8日すべてのアンテナが撤去された。なお、キャンプハンセン内に新規に建設された同種の施設には象の森との名称の元となった鉄は存在せず より最新鋭の通信設備を提供された、青森県の三沢飛行場近くにある姉沼通信所。ありがとうございます。